ック開始。ちょっとこれずれてんな。ちょっともうちょっとずらしといて。うん、あれ4連勝もしてたっけ。そんなにしてる試験飛車、そんなに4連勝もしてるような覚えなかったんだけどね。たまにアナグマでもやるか。振り飛車アナグマ、あんまり振り飛車アナグマね、いい印象ないんですけどね、実を言うとね。どうしようかな、これ5六銀と出といて、うーん、ああそうやるんだ、まあ飛車もある。いやしかし、ね、2分30秒。ああーそうですよね、そういうのあるんですよね。うーん、次に8六歩どうやってて、ばなんか気になるんだよな。あーいやてかこれ向こうからはいろいろ手が作れるんですよね。なんか分かんないけど、いや時間負けてたらダメだよね。聞いて、2分。分からないときは足りふだな。あ、そっか、それでいいのか。うわー、圧迫されて、まずいな、これ。まずい、まずい。これ、銀で出ちゃう。なにこれ。うわ、圧迫されてんな。ひどいな、これもう。あ、これ自動的に笛なりが受かっちゃってんのか。どうしようこれ、分からん。なんでこうなっちゃうんだろうね。なんか振り、なんか穴熊ね、あんまりいい印象ないんですよね。歩を使えるのは1分30秒。そっか、あでも5六からまた攻めが来ちゃうのか。さばきの準備だ。また来たか。しょうがないからこうしよう。これ多分交換してくるだろう。これ交換するでしょってなって、どう、いやー、ん、ここに打てないのか。角がいい位置にいるな。これはいやー、もうこれこうか。まずいな、これ勝てる、勝てる、これ絶対勝てないだろこれ。歩成りで同金、歩成りが厳しいな、4七歩成りが。しかしなかった。まあ別にどっちでも、まあ、ほっとけばまあ4九歩とかでやるか、まあ、4九歩やっても4七桂とかで重ね打ち、うん、拠点がとにかくでかいですねこれね。ひどいんだこれまあ時間使ってくれてるの、くれれば少しは希望があるのかな。これは1分寄っておくか。もう角とかもうどうでもいいんだけどねこれね。よくわかんないけどこんなこと、ああこれ意味ないな、これ意味ないと予想してしまったな。ちょっと叩きの歩、相手の駒をちょっとね、あの交代させとって時間を稼ぐか。これまた時間稼ぎ。これ同竜と取られるのが一番怖いんですが、それをしなかったんで、あ、まあでもこれが一番あれか。ああ桂馬しかねえな。
でそんなことやってるうちに時間がまたなくなってしまうというね。まずいなこれ。まあ振り飛車の剣もないのかな。20秒同桂同桂もしまい、あーそっかダメか同銀ね、同あ同角ないね。もういいや、こうする。惜しい将棋だった、はい、しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。はいはいはい、あのさ最後に、まあ、3級普通に考えると3級竜で、まあこれは詰んでるっていうか、この詰将棋でもさ、その3級竜に対して2級角とかいうこういう合駒っていうのはただ手数伸ばすだけなんで、まあ、こういうのは打たないのがね詰将棋の、まあ、ルールだったりするわけなんですけど、まあ将棋ウォーズの場合はね、あのそういう無駄打ちをよくやりますね。これなんかツイッターのあれが邪魔だな、邪魔だな、あれどうなってるこれ、ツイッターのこれ邪魔だな。まあまあこれはね、あの手数ただ伸ばすだけの手なんですけど、そういう時はね私は一番強い駒っていうか一番重要な駒を打って一番惨めに負けることにしております。はい、ありがとうございました。